松田学ですアメリカとロシアが首脳会談の方向で今動いています。えー、今回、この米ロ関係そしてロシアというのはどういう状況にあるか外交的な位置づけとしてですね、えー、またあの中国包囲網ということで、まあ、イギリスの動きも合わせてですね、えー、この日本を取り巻く国際環境についてちょっと見てみたいと思います。えー、この4月13日にですね 米、えー、ロ電話首脳会談、まあ、プーチンさんとバイデンさんが電話会談してたんですね、でこれについて、えー、このバイホワイトハウスが声明を出しています、えー、アメリカは側は、国益を守るために断固として行動するということで、アメリカとロシアが直面するあらゆる問題を協議すると。 ということのためにです、ね、直接会談を提案したということになってましてでこの電話会談でこのバイデンがそういう提案をしたということなんですね。でこの時にこのどういうことが言われたかというとロシアがウクライナの国境と,国境とです、ね、選挙中のクリミアに軍を突然集結させると。 ウクライナで緊張が高まっているということについてですねこのバイデン大統領は懸念を表明したということで緊張緩和を呼びかけたというのが一つだからもう一つはこのハッキングをロシアがやっているということなんですがこの件でですねサイバー攻撃や選挙介入といったロシアの行動に対して アメリカは断固とした行動を取るということを、えー、明確に明言したとバイデンがプーチンに対して明言したということなんですね。でこれはのもともとあのちょっと少し前にです、ね、3月にインタビューでバイデン大統領がです、ね、プーチン氏のことを殺人者だという認識を示していたんですが、まあ、電話会談はそ,のそれ以降初めてあの両者が話をした場だったわけなんですね。 でこのバイデン大統領はです、ね、ロシアとアメリカが予測可能で安定した関係をアメリカの国益に合致する形で築き上げたい考えだというふうに、えー、表明しております。そ、えー、そしてその後ですね、えー あのロシアのウシャコフ大統領補佐官が4月25日、放映の国営テレビのインタビューで、えー、プーチン大統領とバイデン大統領の直接会談が6月に行われる方向で調整されていることを明らかにしました。 で最終決定はまだ多くの要因にかかっているということで具体的な日付や会談場所は明かさなかったんですが、まあ、第三国で行われるんじゃないかというふうに見られていますあのバイデンさんはです、ね、この6月に G7 で、えー、あるいは NATO の首脳会議に出席するためにです、ねえー、ロンドンとブリュッセルを訪問する予定で、まあ、この欧州歴訪に合わせて日程を調整するかなしている可能性があるということです。 えー、あのこの今あの、アメリカとロシアの両国はです、ね、先ほども少し触れましたが、まあ、あのサイバーのハッキングの話もありましたけども、えー、アメリカ大統領選へのロシアの介入とかです、ね、あ,のあるいはウク,ウクライナ情勢であの例の反体制派指導者ナワルヌイ氏の習慣問題なんかを巡って緊張感がついているんですね。 で3月にはロシアのアントノフ駐米大使が一時帰国しましたで4月にはアメリカのサリバン駐露大使も協議のために一時帰国しまして両国の大使が不在の状態になっているという状況ですで一方でですねアメリカとロシアの両国が気候変動対策とか軍備管理なんかで利害で一致する分野では協調する考え だとということなんですねでバイデンさんは4月23日のあの気候変動に関するサミットというのがありましたですねその閉幕演説でもですねプーチン氏が世界に向けて CO2 排出削減を強調して進めようと呼びかけたことに心を打たれたと個人名を挙げて謝意を示しているということなんですね、まあ、対立関係の中でも協調関係を模索しているという感じがいたしますですね。 他方でロシアのプーチン大統領は4月25日までに敵対的な行動をとる非友好国のリストを作成するように関関係機関に命じたそ,うですでそのリストの中にはアメリカが入っているそうでしてです、ね、でこのリストに入った国はロシアに駐在する大使館の活動とか職員の数で制限を受けるということになるということらしいんですね。 でこれはあのバイデン政権が発表したあアメリカ駐在のロシア外交官追放先ほどちょっと触れましたがこれを含む制裁に対抗する動きだ。 いうのは一つそれからもう一つはバイデン大統領が提案した米ロ首脳会談先ほど申し上げた首脳会談ですねこれに向けて交渉を有利に進める狙いもあるんじゃないかとこういうふうに見られています。さてこの米ロ関係を,を、まあ、あのどういうふうに見るかなんですが当チャンネルで先般あの北野さんと対談をいたしましてそこでもういろいろ触れられていたんですけれどもですね、まあ、あのバイデンさんはあのプーチンを人殺しと言ったのは まあそもそもプーチンさんはヨーロッパは世界的に評判が悪いんですね、えー、とにかく批判的な人を次から次へと殺しているとだから殺人者な,んかでなのかと聞かれたらそう答えざるを得ないというぐらいのことでもともとオバマ政権時代にオバマバイデン体制の時にですね米ロ関係はそんなに悪くなかったと。 特にあのメドベージェフ大統領の時2009年に誕生してその後4年間は米ロ関係は非常に良かったんですがその時にバイデンは副大統領だったんですね。でそれが2014年のロシアにあるクリミア併合で急激に悪化したまあ国際社会でロシアは叩かれて経済制裁を受けたりするようになっていったんですが。 そしてその2015年にこの中国の問題で AIIB アジアインフラ投資銀行に新米諸国によるヨーロッパの G7 の国々まで入ってしまったことにオバマさんが衝撃を受けてその頃からオバマさんが反中になってですねそしてバイデンも反中になっているということらしいんです。 ででその山中になった時に、えー、実は2015年から16年にかけてアメリカとロシアの関係が良くなっているとこれやっぱり中国が問題なんだというふうに持っていくために、えー、このアメリカ当時のオバマ政権が考えてた方向性だったらしいんですね。 でウクライナの内戦もシリアの内戦も沈静化させてイランの核合意をしです、ね、世界で問題は中国だけという状態に持っていたとそういった意味でオバマ、バイデンの両両相戦略的に動いていたということで,でバイデンさんから見れば、まあ、たとえあのプーチンさんが殺人者でも仲良くやっていきたいと。 またの新スタートっというのがありますね、えーあのえーまあ、核兵器の削減これについて就任後すぐにプーチンと話して5年延長しましたですね。 協力できるところは協力していくということで多分アメリカは戦略的にこれからロシアに接近するのではないかこれやっぱり対中国のことを考えてるんだではないかという、まあ、北野さんのコメントもありますけれども、まあ、今回の米ロ首脳会談これから行われるですねこれも結局はこの中国を包囲していくということの戦略の一環ではないのかなと。 といいううふうにと思います、えー、ところでこのロシアなんですけれども、えー、この、えー、ロシアと中国はじゃあどうなのかということなんですが、えーまあ、今ロシアは中国と非常に密接関係にあるんです、えー、でそのロシアでやってはいけないことが2つあるという1つはプーチンの悪口を言ってはいけないもう1つは中国の悪口を言ってはいけないそうなんですが。 えー、でこのプーチンがこれからどうなるかというのはちょっとまた別の話になるんでここでは省略しますけれども中国との関係がじゃあどうなのかというと今は今はとりあえずアメリカと対立関係にある中で,です、ね、この中国との関係がいいということであって、まあ、ロシアという国はです、ね、米中の覇権戦争のど,どっちか勝者になる。 勝つ方につく国ではないかというふうに北野さんはおっしゃっていましたね、えー。ですから、あの、もし、いずれ、まあ、すぐにではないですが、いずれ中国。 があのアメリカとの派権戦争に敗れるとパッとアメリカ側に着く、まあ、敗れる見通しが出てくるとパッとアメリカ側に着くと、まあ、そこはしたたかにロシアはです、ね、米中の力関係を今は、えー、っているというふうに見るのがいいんじゃないかと、まあ、これは確かにそうなのかもしれないと思います、まあ、あの中国保有網のついでにもう一つです、ね、動きが最近ありますこれは、えーまあ、以前にもこの番組で取り上げたことがありますが あのイギリスですねクイーン・エリザベスあの空母打撃軍っていうのがあってこの特にこのクイーン・エリザベスめてあのは極めて,て機,能機能の高いものなんですがこれを東アジア展開をしているわけなんですけれどもこれを日本に寄港させると。 いうことの方針を固めたということなんですで。この日本の帰国へは、えー、クイーンエリザベスこれ初めてでして、この帰国の機会を捉えて自衛隊との共同訓練も実施するという方針だということです。でイギリスはの3月にですね、あの2015年以来ですね、初めての外交戦略というもの方針をレビューという形で発表しています。これを統合レビューというふうに言われているんですが、統合的見直しを インド太平洋地域でのプレゼンスを高めていくと、えー、いわゆるイインド太平洋の傾斜をイギリスは打ち出しています、まあ、あのこれは覇権的な海洋進出を強める中国を牽制する狙いがあるわけなんですけれども、えー、インド太平洋地域について世界,の安全と <laughs> 世界の繁栄と安全保障に対する重要性が増大しているんだとこの地域でですね。 でイギリスが長期的な外交安保の政策としてこれはどういうことかというとやはりこの EU から離脱してイギリスの肺炎の軸をですねこのヨーロッパだけというよりもむしろインド太平洋地域を含めたより幅広い広い地域での 繁栄の基盤を作っていこうということなんですね。でもうインド太平洋は世界の中心になりつつあるというふうに認識をしているようでしてでその中でイギリスから見るとロシアを欧州大西,西洋地域では最大の脅威なんですね。で一方でこのインド太平洋というところでは中国ですねこれがイギリスの利益に対するリスクを増大させていると。 でこのやっぱりインド太平洋が世界の中心になっていく中で中国どちらかというとやっぱ中国を意識を強くロシアもそうなんですが中国に対する危機をより強めているという流れがあると思います。でこのイギリスはあのクイーン・エリザベスの派遣のほかに、えーま、東南アジア ASEAN との関係強化とか,です、ね、かジョンソン首相が、えー、4月末にあのこのインドを訪問する計画というようなことも、ま、そんな流れもなってましてまた核弾頭保有数 のの上上限を引き上げるとということもこもレビューでわれているまあ,あのコモンウイルス旧植民地地域に,についての、えー、自分たちの軸足をシフトしていくという流れでこれ全体として見るとアメリカがロシアといい関係を作ろうとしているそしてイギリスがこのインド太平洋地域に関与を強力にやっていく日本と共同訓練までやっていくという流れの中で強まっている構図が この中,国あ中国包囲網。 実の中国もであろうと、まあ、世界の地図がそのようにどんどん動き出しているということだろうと思います、まあ実際にアメリカとロシアの間でどんな内容がどのように話し合われてどういう成果が出るかというです、ね、まだあのよくわからないところがありますけれどもです、ねまあ、あのトランプの時代、まあまあ、トランプさんはプーチンが大好きだったんですけどでも結構いろいろとです、ね、問題が起こってです、ね、決して米ロ関係はよくなかったと。えーそこを イデンの時代にどうやっていくのかっていうのは、えー、世界の戦略地図あるいは地政学にも非常に大きな影響を与える可能性があると思いますので今回中国保有網と絡めて、えー、ご紹介いたしましたどううもありがとうございました。